るんだなぁと思って京たことかでたこ焼き食うと普通に「ノリさん京たはまだいいよ」。900円ぐらい取るとこが東京のバカがやってるのはあるからもうあえて名前は言わないけど。 日本で一番たこ焼き売ってるお店ねえ6個で900円とか取るんだからあるなんかカリカリのたこ焼きもう言わないよお店はまた俺はまただって技術だからしょうがねえけどな ぎん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 ああ。えっえっえっえいいけどさ。 ままあまあお前ら、まあ、いやまずくはないんだよ。俺はこれは言っとくよまずいとか言ってないまずくはないんだよ。うん。ただ価格設定がこれはありなのかうんでもあそこの企業が日本で一万たこ焼きの売り上げを。 トップシェアだからねあお好みはなミックスとかスペシャルとかあるからな笑うちゃんなだからその日本でたこ焼きシェアは一番はどこかって言ったらギンギンちゃんだからそこがねだから 大阪じゃないわけよなんかこんなもん大阪ってみんな思ってっけどあのー、結局銀ちゃんがトップシェアなんだよ。なんとねどのぐらいだったっけなえー。 6割から7割ぐらいは占めてるうん、はずだよ。まあまあみんな検索すればわかると思うけど俺もあんまりねそんなんたこ焼き屋がどうのこうのとかあんまり気にもしねえけど。うん。うん。まあでもな ななんだろうな関東でまあ基本的には関東で結構ラムーンのたこ焼き6個でそんなんでいいとそれも安いまあまあまあそこはそういう商売やってんだろ知らないよ、うん、まあでも ギン,ギンはうん値段は高いよねあエクソ衣に上がるのやめてあんたは自分の枠をやってねうんうんそうだよなまあまあんじちゃん でもね、これねあげた子なんだけどあげてんのに中トロなんだよだから中まで上がってねえんだからおおみたいなうんまあ あれはね俺の中ではね外狩り中取ろなんだよねうんま,まずくはないんだよ全然あのあクオリティは高いと思う、うん、俺はねうんどうなのかな あの、大阪のた,たこ焼きって俺がまあうん食った感じではグニャとろなんだよ。わかるグロム。か大阪はグニャとろなの。例えばね持ち帰りとかテイクアウトして家帰って食ったらもう,もうとろけてんだよ。 わかる。もう一回レンチンなんかもうしたくもねえんだよ。銀ちゃんは家帰ってきてもうカチッてしてるからね。うん。いや、まあ、その辺はどうなのかね。好みの問題。おじさんありがとう、ナムル。 お茶漠でも食べねない高い高い決まったアダースよく言うようんおじさんたこ焼き食えねえののりちゃんいらっしゃい狩りがいいんだよ狩りたこがいいんだよ狩りとろだよなやっぱりな最終的には俺はね狩りとろ ろう,うんうんまあみんなが「本当たありがとう」みんながど,どっちがいいかなぐにゃぐにゃがいいのかうんかりとるがいいのか詳しいんですねいや別にだってす,すぐそこ行けゃたこ焼き屋なんて。 うん、借りたことはカリスマさんのたこ焼きいやわかんないカリスマのとこのたこ焼きはそんなに外側カリカリじゃないよ俺は食ったことあるけど西成だろグロムそんなにカリカリじゃないようん 俺はうんたこ焼きは600円までですよ出せるのはああいいねおじさん確かに俺は600円でも高いと思う450円6個でこれいい線いってねおじさん六 1個入りで450円ぐらいまあ多分そのぐらいで俺のなんだろう設定だな600円ちょっと高いかなみたいなどうなんかな大阪で600円売れないな あ、でも道頓堀たりのあの外野が来るような外野って言ったら悪いけどあの観光客が来るとこは買うよ、うん、いい線おじさんな俺は多分そんなもん450円ぐらいだよ6個でうんだから,だから 場所によるんだって、兄貴ちゃんよ。だ道頓堀のあのメイン通りだったら60から650円とかあるかもしんねえけど、うん、ちょっと一本路地入ったとこだと、やっぱ450円とかそんなもんじゃねえのうん。 分かんねえけどうーんそう,そうそうそう「いやせっかく大阪来たからたこ焼食おうぜ」とかでまあ変な話おこみ焼き屋で言うとえっ、ー、とミックスとかフラットバード。 おじさん決まったあだそうなんだよ。たこ焼きのたこ嫌い。お前なんでこんな時間起きてんだよこの野郎。あとで LINE すっかんな。あったな。あのよお好み焼きもそうなんだよこれ。だってさおじさんもわかると思うけど。 大阪のお好み焼きミックス頼んだら1000円超えるぜ。なめてんのかよって。じゃけんありがとうまーの決まったあだ。ないやほんとこれねみんなねちょっと。 あの、お好み焼きミックス頼んでみ1200円とか取るからなバカなのかよねえ <laughs> 俺もいやまあ俺は行かないけどねうんそんなとこには。 クソみてえな店には。なんで1200円だよお前お好み焼きミックスとかスペシャルとかさわけわかんねえよ。ねおさんありがとうございます。おいシェリクもありがとう。そうだねこれまあ まあそれで毎日満員で入れ合いりゃあよ儲かるんだろうけどなそれは商売っていうもんだからでそれでもあのそこで食べたいっていう人がいりゃあいいんだけど「ミルクおいいらっしゃいはみまをたこ焼きにマ,マヨネーズとか」。 いや、まあもういいんだよもうそんなのはうんとりあえずはああそれはね俺は別にいや別に食いてえものまあみんな食やいいんだけどうーんどうかな確かになあとはさ俺もさ思うんだけどラーメン屋の スペシャルがもう1200円とかって値段ついてんのってこれどう思うのねいやまあみんなラーメン好きか嫌いか分かんねい。ラーメン屋でスペシャルで1200円とかあるべや。 いや、俺は行かねえよ。俺はスペシャルとか食わねえから、普通のスタンダードで食うから、スタンダードでも、850円ぐらいだよ。いや、どっかなんか行くわけねえじゃん。同盟。いや、いや、俺は食えねえから。 あの、もやし、こんななってるやつだろ富士山みてえなやつ。いや、いかねえ、いかねえ。あ円安が進んでね知らねえよ。もうよ。もうお前らよ。どうすんだよ、俺らはよ。なんだよ。まあまあ、麺は小麦だからな。値上がりしてんのはわかるけど。うん。 そんなこと言ったらうどんだってそうじゃねえかよ。いやそうなんだよマーチン。ここでね俺がね今日も思ったことはもやしだけは絶対に値上がりしねえなって。だいたいもやし15円とか。まあ でも30円だな。俺、それ以上の値段見たことない。あるマーチン。あの、10円が、まあ、ベースなんだよ <coughs>。15円になった。まあ、でも、もうちょっといくんだったら30円。ああ うーん、まあそんなまあもやしはなうんパスタは1,000円出すのにってラーメン屋のおやじさん言ってたのででも龍やそこのラーメン屋のおやじもトッピングだのなんだのプラスすれば1,000円いくだろう。じゃねえのうん。 多分言ってると思うよ。うん。イタリアンだろあまあ、イタリアンは1000円で出してんのにって。うん。